どうもー、かげやんです。今日は2021年4月、13日ですね。13日火曜日の、空です。朝の空なんですけど、ちょっと今日は雨予報ですね。朝から結構雨降ってたんですけども、まあ今はちょっと雨は降ってないですけども、曇りの状態ですね。まあこれから雨が降るでしょうということは、もうある程度こう予想ができるようなこう、天気ですね。見て天気を見てる限りそういう感じがありますね、うん、ということで、山中なんですけども、うん、何10センチ伸びたらこれ取ったらいい。あ、そう、これ山中なんですけど、まあ、うちの父親曰くですね、10センチほど伸びたら、まあ、もう、刈り取っていいということで、今これ何センチぐらいですかね。4センチかそれぐらいですかね。5センチぐらいかな、うん、5センチぐらいあるんですけども、だからこれの倍ぐらいの大きさになって、倍近くになったらかな、ぐらいになったらこう刈り取れるかなというところで、あと倍のこう成長をこう待つというところですね。今日は雨が降ってるんで、まあ、水やりはしないでですね。あ、これ下にね、土のところ下にこれ栄養ですね。栄養がこう、こう、これですね。これがこう土の栄養ですね。土の栄養というか、まあ、まあ、栄養剤ですかね。そういうものがこう巻かれていますね。これでまた雨が降ってまたこう成長を促すということになると思います。ということで今日もね、ちょっと天気は悪いですけども張り切っていきましょう。どうもありがとうございます。